牽引機の C57-1K 半100年号事故は1976年に発生した日本国有鉄道の胴体保存蒸気機関車牽引によるイベント列車で起きた鉄道人身障害事故である。鉄道撮影のために起動時機内へ不法侵入していた小学生1名が列車にはねられて死亡したもので、鉄道事業者側に責任のある有跡事故ではなかったが、 その後の日本における蒸気機関車の胴体保存のあり方に大きな影響を与えた。1976年9月4日に、東海道本線の京都駅大阪駅間、開業100周年を記念して、梅工事蒸気機関車間に胴体保存されていた蒸気機関車 C57-1 による記念臨時列車、京阪100年号が京都駅大阪駅間で運転された。 京都駅を出発して大阪駅で折り返す。運用で下りが午前中、上りは午後に運行されるダイヤとなっていた。この列車の運行については、数日前から在阪のマスコミで広く伝えられ、列車の通過予定時刻などを詳細に報じた。メディアもあったとされる。c 5 7 1が起用された。背景には牽引力の点や人気に加え、10月にボイラーの検査期限が切れるため。 その花道を飾らせたいという考えもあったという。当日は午前中から多くの鉄道ファンや監修が駅や沿線に繰り出し、マスコミもヘリコプターで列車を追ったりしていた。沿線では多くのファンが見物や撮影のために待機しており、鉄道用地内に侵入してまで撮影を行っていた人も多数いた。往路は大きなトラブルもなく大阪駅に到着し、 袋の上り列車の運行へと進んだ。この日は土曜日で、学校の授業の終わった、児童生徒も午後には、駅や沿線に姿を見せ、監修の数は一段と膨らんだ。このため、帝国よりも遅れて走行中だった線量会期、茨城駅間で、同所でも多数の人々が鉄道用地に立ち入っており、複数の大手新聞関西版記事によると、周りの人々の注意を無視して、線路内で、 写真撮影をしていた小学5年生の男児が列車に接触。男児は病院に搬送されたが死亡した。列車は高槻駅まで C57 型牽引で走行したが、蒸気機関車による牽引を断念し、高槻駅では EF65 系電気機関車に付け替え、京都駅まで運行された。高槻駅で切り離された C57 型はこの日の夜に、 梅工事へと改装された。なお、当列車の機関士を呼び、機関上誌は書類送検されたが、不起訴処分となっている。前年の1975年12月で、国鉄は蒸気機関車による営業運転を終了し、この年の3月に北海道で入れ替え用に残っていた蒸気機関車が退役してからは、梅工事蒸気機関車間の胴体保存機だけが、 国鉄が保有する現役蒸気機関車となっていた。梅工事蒸気機関車間の開館当時の構想では、線路が本線につながっている利点を活かし、機関車間を拠点とした保存機による列車を定期的に運行することになっていた。開館当初、C62 型による SL ・白鷺号などが運行されたが、その後は国鉄の労使問題の深刻化などを受けて一時、 中断状態になっていた。上に記したような営業用上機器機関車の全廃を迎え、保存運行を再開すべく実施されたのが、この、京阪百年号であった。この運行に先立って、3月には、山陰本線の丹波口駅付近の高架化完成に、際して C11 型を使用した記念列車が運行されており、それに続くものであった。山陰本線の時は、 平日の午前中で走行距離も短く、この京阪100年号こそが本格的な保存運行の試金石になると目されていた。しかし、人身事故が起きたことで構想は事実上頓挫する。イベント列車で死者が出たことの衝撃は大きく、鉄道趣味雑誌、鉄道ジャーナルはこの事故に関する特集記事を組み、 編集長の竹島紀元は、記念列車を煽った一般マスコミの責任に言及しながら、日本の社会が大人の行動の取れる日が来るまで、本市では SL 動態保存の提言を一切控えることにすると宣言したほどであった。国鉄では1972年10月に、汐留駅東横浜駅間で運行された、鉄道百年記念号での混乱も踏まえて、 大都市圏での蒸気機関車の保存運行を断念し、地方路線での高級的な保存運行へと方針を転じていくこととなった。その結果1979年に実現したのが、今日に続く山口線での SL 山口号保存運行である。その後の大都市圏の本線上での蒸気機関車運転としては、1988年にオリエント急行の車両が、 日本で運行された際に D51498 を使用して上野駅大宮駅間を走行した例や1989年に SL コニカ号として運行された際に京葉線、蘇我駅から新木場間を走行した例、上野駅小久客車区間を2003年と2014年に短距離だが走行した例がある6月に横浜の高島貨物線で 梅工事蒸気機関車間所属の C581 が運行されているがあくまでも単発的な運行にとどまっている。なお、これほどの大騒動の原因になった事故であるにもかかわらず線路外からの侵入者対策はなおざりにされたままであった。京阪電気鉄道など私鉄各社が1980年の沖石脱線事故をきっかけに線路際にフェンスを 早急に設置したのに対し、当該事故現場を含む軽半管の東海道本線の線路際にフェンスが張られたのは時代を遥かに下った国鉄分割民営化後の2007年以降であった。この運行は毎日放送が当時関西ローカルで放送していた関西一番、河原番の9月9日放送分で特集番組を予定しており、放送当日のテレビ番組欄でも 最後の SL、見るのも撮るのも、もう、大変と、タイトルが載っていたが、番組冒頭で、司会の浜村淳が、放送を予定していましたが、人身事故を起こし、これはちょっと、放送できなくなりましたと謝罪して、急遽内容を差し替えて、放送を行った。ありがとうございます。